もう GPT-4 がスタンフォードを受かりそうっていうのを言ってましたよね。うん、でもなんか数年前にまだ、はい、こんなに一気に AI が来ると思ってなくてまだ。はい、でも当時なんかよくわからんアホな人が言ってたのがその人間が働かなくても AI が代わりに働いてくれるから大丈夫みたいなこと言ってたんですけど、うんうん、AI が働いた収入を全員に人間に平等に分けるわけないじゃないですか。うん、そうするともう一人の AI をうまく使える人がダーッと全部取っていくっていう感じになると、こう社会の貧富ってむちゃくちゃ激しくなるんじゃないかなと思って。堀 チャット GPT は UI が自然言語なんで、うん、自然言語っぽさが出ると使いやすいんですね。使いやすいですね。もうこのスピードびっくりしましたもん。 僕はあんまり使いやすいとは思わないんだけど。そうなんですね。はい。<laughs> でも本当に。ほとんどの人間にとっては使いやすいと思います。もうエクセル使うのがめんどくさいで人ですら使ってますよね。<ー>なんかその使いやすさがやっぱりびっくりしましたね。インターフェースって本当に伸び率にめちゃくちゃ比例すぎあ,あれは本当に俺もなんか久しぶりにプログラミングしたくなったもんな。いやもう。いやなんか、うん、Python のコードとか本当に書けるんだよね、うんうん。うんうんうん。めっちゃ簡単に、なんか試しに、 あなたはプログラマーです、うん、パイソン使ってパックマンの行動を変えてくださいみたいな、うん、できますよね、はあ、いやパックマンっぽいゲームの行動を書くんですよねだからまあまあ、うん、もう俺まだそれ実行してないけど、うんうんうん ただただ、まあ、スマホだったんで、実行環境なかったんで、うん、そのままコードを眺めてみたんだけど、うんうん、なんかぽ,ぽいコード書いてるなーとって思いら, <laughs> らあれなると、なんかマネージャーみたいな人が自分でバンバンコードのオファーを出せるようになって、間違ってる方かどうかだけチェックすれば作れてしまうと、新人エンジニアみたいなのはいらなくなるじゃないですか。 いらないとなると、新人エンジニアって全く育つの難しくなりますよね、結構マネージングして、正しいかどうか分かる人たちが AI 使って、下の子たちはもう誰もオファー来ないし、自分で作ろうにも AI の方ができるみたいな、あとは今、結構その、オーディオコンテンツの売買をしてる権利の会社とか、はい、イラストの権利の売買の会社とかも結構やばいし、うん、いろんなところで自然淘汰がばばばってきそうですよね。なんかイラスト屋っぽいイラスト書いてくださいとかできそうだよね。権利を ギリギリか変えるるのは全然できるしまあ、まあ、だから僕、今、ボイシーに俺の音声流してるの知ってるああも,ちろんもちろん、もちろん、AI で作ったやつ。AI で作ったやつですかグラビアも全部そうだけど、中に人がいるっていう世界と、もういなくて作ってる世界で、人間がどう感じるかとか、僕、すごい興味あるんですよね、もうこれでよくなるのか、いや、これでよくなるでしょう、そしたら、何が最後欲しくなるんですかね、人は、<ん>人はコ,コンテンツ最後、何が欲しくなるんですかね、だってこれ、大量に作れば、もう人間いらないじゃないですか。 音楽もね、もう AI で作ってる人もたくさんいますし、ってなってくると、人口のほとんどが労働人口じゃなくなってくるのかなと思って。ああ、まあだからそうですよ。だから、ホワイトカラーの仕事がなくなると、まさにその通りで、その、今はみんなバカにしてんだけど、それは子供と一緒で、よくなんか AI が嘘ついてるとか言うじゃないですか。でも子供って嘘つきますよね、そういう意味で。本人は別に嘘ついてるつもりはないんだけど、生半可な知識で、 分かってる中で、組み立てて、本当のような嘘をつくじゃないですか。本人一生懸命あれ作ってるんですよ。うん、AI も同じじゃんと思って。 今メモリー空間がめちゃくちゃ狭いんで、うんうん、みんなで共有している、そのこれまでの学習データっていう超膨大なデータと、その個々人がチャットしてる時に使われてるテンポラリーのメモリーがあって、うん、GPT-4 から 32K トークンまで拡張されてるんですけど、うんうん、まあ割と子供の短期記憶ぐらいのサイズにはなったんで、うん、チャットしてるとそれなりにその空間の中で学習してそれっぽくなってきますよ。 そうすると、もうそれをはちゃめちゃ世の中に出していったら SEO のコンテンツもほとんど AI が作ってるものになるてて。SEO は多分みんな、もう最近 AI 作ってると思いますよ。うすよね、そうですよね。あと、僕一番面白いなと思ったのは、そういう意味での人間との UI って話で言うと、VTuber ってものがもう世の中に受け入れられていて、一応 VTuber の中の人のことは聞かないってい暗黙のルールあるじゃないですか。うん、ありますね。はい。だからあれがある日突然、うん、 AI に変わってても気づかない瞬間はあると思います分かんないですよね分すそのほうが不祥事とか何もないですからねだから二次三次はもっと儲かると本当ですよね、はい、でもそうするといつの間にかパカッとこう社会の蓋を開けたら人は全部 AI から出てくるものでわーいって楽しんでて、うん、その向こうに人がいるかいないかもちょっといまいち判断つかない状態で楽しんでますよって同じってな社会の中で生産してる人は何パーセントぐらいになるんでしょうね分かんないそれは分かんないんですけど、うん 今、絶対に言えることを分かってることは、うん、例えばディープブルーと IBM のスパコンがチェスで世界一の人に勝ったんですね、うん、20年ぐらい前に。うん、で、将棋とか囲碁は同じ完全情報ゲームなんですけど、うん、なので、コンピューターで全部シミュレーションできるはずなんだけど、うん、やっぱりパラメータ多すぎて難しいと、うん、何十年もかかるでしょうみたいなことを言ってたら、うん、もうなんか。 10年ぐらいディープラーニング出てきて、どーんと変わったわけじゃないですか、あの世界でもシンギラリティー起きちゃって、で今、何やってるかっていうと、うん、人間界最高の棋士は AI に壁打ちしてると、藤井聡太君がなんであんな強くなったかっていうと、ね、AI と壁打ちをしてるから、だから人間の機能も進化していくんですよそっちで人間を強くしていくわけですね。だっっててさんも、ね、それで AI 入れるようになってから そう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 。だから、もともと強い人は、やっぱ AI と壁打ちすると強くなるんですよ。いや、マジでそうなんですよ。だから仕事できる人も、より AI と壁打ちしてめっちゃ強くなっていっちゃうじゃないですか。そうすると、ほとんど強い人だけがい i もうすでに、あの、まだ、まだね、ちょっと実用化するというか、普及するまでに時間かかると思うんですけど、例えば、あの、AirPods とかで、を、はい、なんか認知症のおばあちゃんとかにつけたりとかして、うん そしたら1日ずーっと喋ってますよ、たかにずっと、それで頭が良くなるプログラミングとか入れたら、ちょっと認知症、治るかもしれないですね。はい、いやなりますよ、うん おばあちゃんはもう分かってないいと思いますだってもう g p t 4がスタンフォードを受かりそうっていうのを言ってましたよ、ねうん、いやだから分かんないと思います、うん、でもなんか数年前に、まだ、はい、こんなに一気に AI が来ると思ってなくてまだ、はい、でも当時、なんかよく分からんアホな人が言ってたのが、人間が働かなくても AI が代わりに働いてくれるから大丈夫みたいなこと言ってたんですけど、うんうん、AI が働いた収入を全員に人間に平等に分けるわけないじゃないですか。うん、もう分かんないですよそれで、うん、そうすると、もう一人の AI をうまく使える人がだーっと全部取っていくっていう感じになると。 こう社会の貧富ってむちゃくちゃ激しくなるんじゃないかなと思ってでも社会はある程度、あの、豊かになると、その、ある程度そ暴動が起きないぐらいに豊かにしていくと思いますよ。あむしろさらに賢くなって、はいうん、貧富の差が嫌な感じにならないように、また配分していくと。うんうん